ここでは関数の地域の要点について一緒に見ていきます今回一番大切なことは地域は点線グラフを書いて定義域をなぞって下が最小、上が最大で求まるということですこれについてね、地域とはそして地域の求め方はの手順でそれぞれ詳しく確認していきましょうでは行きましょうまず地域とはからですね関数 y イ fx において x の定義域に対応する y の変域、それを地域と言います。これは何を言っているかって言うと、関数の式と一緒に x の定義域定義域っていうのは範囲のことでしたね。x の範囲が与えられている場合があるんです。で、x の範囲が与えられてたら、自然と y にも範囲が生まれますよね。その y の範囲のことを地域と言います。例えば、この具体例を見てみてください。 y x っていう関数の式にマイナス1小成イコール x 小成イコール2っていう x の範囲定義域が与えられていますその時にですねこのグラフと地域 y の値の範囲のことですねはどうなるかっていうのを見ていきましょうでこのようにですね関数の式と一緒に x の定義域が与えられている時は一番大切なことはこの範囲でだけこの関数が成り立つよっていう意味なんです つまり確かに y=3x なんですがそれが成り立つのは x が1から2までの間だけだよとですからこの範囲 x が1から2のこの範囲は確かに y=3x なんですがそれ以外の部分はどうなってるかはわからないよっていうことなんですねですから僕らが実際に見ることになるのはこの部分だけなんです他はもう完全に無視します でこの部分を見た時にですねやっぱり y にも範囲ができてますよね。y は一番ちっちゃくてもここです一番大きくてもここです。これが y の地域なんですね。じゃあその値は具体的にどうなるかっていうと x が1の時は y の値はここを、x、−1 代入して y は3になりますね。ですからここはス3だと分かります。 同様にですね x が2の時の y の値っていうのは x が2をここに代入して y =6 となりますねですからここは6だと分かりますですからこの見ている範囲でね y の値に注目すると y は3よりは大きいですが6よりは小さい範囲にありますよねですから −3 以上6以下ということでねこれは日本語なので数学語に直せば マイナス三小なりイコール y 小なりイコール六となって。これが y の地域なんですね。オッケーでしょうか。ではね、地域の意味もつかめたところで、ここからは具体的な地域の求め方について再確認していきます。え、地域を求めるにはですね。まず点線でグラフを書くことが大切です。そして、その後に与えられた定義域をなぞるという作業をします。具体的にはですね。この四つの手順となります。 まず点線でグラフを書くことそして定義域の部分をなぞることそして Y の最小値と最大値を見つけることで最後にですね最小値イコール y 小なりイコール最大値などの形にするという流れですちょっと具体例見てみましょう例えば y=x 分の6で定義域が2小なり x 小なりイコール3これの地域を考えるとします答えはねこの通りになるんですがなぜこうなるかっていうのを見ていきましょう 地域を求めるために僕らがやる手順はまず1番目点線でグラフを書くことですですから y=x ール、x、分の6のグラフを点線で書きましょうというと反比例でしかもここがプラスですのでねこことここにあるグラフだっていうことがわかりますこれぐらいざっくりで大丈夫ですでその次にやるのはですね定義域の部分をなぞることですつまり今回与えられている x の範囲は2小なり x 小なりイコール =32 から3なんですね ただ注意点としては2は含まないよ小なりなんですねイコールがないとでも3は含むよ3にはなっていいっていうことなんですねで含まない時は白丸含む時は黒丸で表すんでしたねこうやって丸を書いてそしてなぞりますでその次に僕らがやることは y の最小値と最大値を見つけることです これが Y 軸ですね。Y 軸っていうのはここがマイナスここがプラス上に行けば行くほど大きくなるんですねですから最小値この範囲である Y の最小値っていうのは一番ちっちゃいのはこの部分ですねで一番大きいのはこの部分だとつまりここが最小値でここが最大値そして Y の範囲はこの間にあるっていうことがわかるんですねじゃあ,あとは具体的な値を計算するだけです X が3の時の y の値というのはここに3を代入して3分の6で2になりますね。X、が2の時の y の値というのはここに2を代入して2分の6で3となります。つまり y の範囲は2から3までとわかるんですね。で最後です。最小値小なりイコール、y 小なりイコール最大値などの形で表すということです。数学語で表しましょう。 注意点はやっぱり白丸黒丸ですねイコールを含むか含まないかですそしたらこれ見たらすぐわかるように Y が2の時はこれ黒丸なんでね2は含みますそして Y が3の時はこれ白丸なんで3になったらダメですこれを答えにすればこうなりますね2小なりイコール Y 小なり32は黒丸なんでイコールは OK3、OK、は白丸なんでイコールはダメそこが注意点なんですね で以上のことになれたらねまあもうこれぐらいのグラフですっきりわかるようになるよと結局ここだけ見てるんですね。で y の変形を求めたんやからここが一番ちっちゃくてここが大きいで2が黒丸3が白丸なんでねこの答えを出せるということですで最後にですね本当によくある間違いで注意してほしいのがですねもうグラフを書かずにここだけ見てやっちゃうそして、まあ、やるのはいいんですけど間違えちゃうっていうことがすごい多いんですね。 具体的にはですねどんな間違え方するかっていうともう単純にねこの式とこの定義域だけ見てこの、X、にね2を代入するとそしたら2分の6で3ですねでその次は、X、のとこにねこの3を代入して3分の6で2ですよねですからこれをねもう答えにしちゃうとで、この書いてる意味のおかしさに気づきたいんですね これ何言ってるかって言うと、y は3より大きいけど2よりちっちゃい数だよって言ってるんです。そんなもんないんですね。3より大きいのに2よりちっちゃい数なんてないんです。だこれも書いてることが全くおかしいんですね。ですから100%バツされます。ですからね、もう単純に両端を代入して答えをなんとなく書くんじゃなくてね、必ずグラフを書くようにしましょう。もう簡単でいいんです。本当に。 グラフさえ書けばね今みたいに最大と最小が逆になって罰されるようなこともないですし将来的にはねもうこの両端を代入しさえすれば値が出るなんてこともなくなって全然両端関係ない値が入ってきたりもするんですねそういうのも全部見抜くためにはやっぱりグラフを書くのが一番なんですねグラフを書いておけばね黒丸白丸具合とかもややこしくなくなりますしねもう簡単なグラフを書くそれが地域を求めるための最大のポイントだと思っておいてください ということでここでは関数の地域の要点について見ていきました。どうでしょうか理解できましたでしょうかねこのあとは例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。